小さい頃そうだったです。申し訳ないですけどちょっとあのご機嫌が斜めになってしまいましたけどねまあそれはあの多くのね名古屋出身以外の方が、プロ野球選手の方がね、もともとは巨人ファンでした。その巨人愛のピッチング、はい、だったわけですよね。そうですね、まあ、憧れじゃないですけど対戦してみたかった選手がいて、まあ、それを打ち取れたので、はい、本当に嬉しかったですね、その巨人相手、まあ、振り返るとどういう気持ちでマウンドに上がったんですか。まあ、やるからには本当に勝ちに行きたいなと思ってたので、まあ、全力で、後ろの人たちも、まあ、いるんで、リリーフの方もいるんで、まあ、潰れてもいいつもりで行きました。その巨人、気になった選手、この人だけは打ち取りたかった、こんな打線怖いなって、いろんなイメージあったと思うんですが、はい、いかがでしたか。そうですね、まあ、打線はもう最強の打線だと思いますので、で特に打ち取りたかったっていうバッターは、高橋由伸選手で、あの人だけは絶対、まあ、できれば三振取りたかったんですけど。まあ、打ち取れたことで満足じゃないんですけど、嬉しかったです。はい、まずは一つ の, その課題といいますか、はい、目標を見上げた、まあ、ちなみにあの小さい頃の巨人で好きだった選手ってどなたなんですか。実際はいなかったです。あ、いなかったんですか。はい、憧れの選手は、ドラゴンズですね、真中さんだったんですね。確かにあの入団会見の時にね、はい、まあ、河合さん覚えてらっしゃるかと思いますけど、その本社にお邪魔して、大好きな投手今中さんっていう話を、ずっとね、はい、あのサービストークだと思ってたんですよ。あ、そうですか。あ、違うんですね。実際今中さんが、はい、今中さんのどういうところがお好きだと思う。そうですね、あの痩せてて、球が速かったので、自分も小さい頃本当に痩せてたもんですから、ああいうピッチャーになりたいなっていうことだけしか思ってなかったです。はい、今中さんといえばスローカーブで有名ですよね。河合投手もそういえば得意のカーブ、そこから来てるのもあるんですか。そうですかねちなみにその、まあ、得意のスローカーブとかいつ覚えたんですか。いや、もう小さい頃から、まあ、自分で握りも考えて独特で、はい、考えてありました。握りを考える、はい、あのよく、ね、少年野球の本とかあるじゃないですか、はい、そういうのを見たりとかもしたんですか。全然そういうの、まあ、見たんですけども、そういう握り方で投げてみたんですけども、はい、全然しっくりこなかったんですよ。だから自分でどうやって握ったら投げやすいのかそういうのを、まあ、投げながらやってました。はい、まあ、ドアラが横で打っていてカーブを投げましたんですけど、ドアラはカーブ投げられるんですか。河合投手のマイクフォローがありましたちょっと横であのぶつかると思います、まあまあ得意ということにしておきましょう。ドアラは、そのカーブを覚えたのは小学校。小学校の時は、野球ではまっすぐしか投げなかったと思うんですよ。中学校から投げ始めた。そうです、はい、その5年チームの監督でコーチの方は何か言われました。いえ、何も言われなかったです。何も言われなかったんです、はい、実際そのカーブを投げられて、はい、そこからピッチャーがカーブを投げるのは僕と違うな、そういう部分の発見ってありました。ありましたね。ああいう球も投げたいなっていうのも一つありました。どう言いますか。みんなと同じ球を投げたい。みんなと同じボールを投げたい。はい、それしか思ってなかったですね。あ、そうなんですか。はい、ある仲間外れじゃないかと思ってたんで、はい、逆にそれが、ね、プロとしては今の持ち球が強い姿だったんですね。はい、今としては得してると思います。あ、そうですか。改めてこう別の厳しいをなんかしようかな。それはやっぱ覚えたいですね、一つ二つでも、はい、そうすればバッターも、打ちづらいと思いますので、はい、さあそのバッターの打ちづらいボールを投げて投げて投げてもらいたい次のピッチング、おそらくというかもう交流戦ですよね。まあ、今日で交流戦の話は
最後ですね、はい、その交流戦、はい、どういう思いでまずマウンド上がりたいんですか。同じ気持ちで上がりたいです。同じ気持ちで、はい、パ・リーグのチーム、気になるチームってありますか。チームはですね、最近ずっと強いので、はい、そこはちょっと気になりますね。ということは、河合さんは落合監督に直訴して西武戦で投げさせてくれよというだけ言いません。言いません。言える立場じゃない。言える立場じゃないですね。あの、どういったバッターと対戦したいですか、交流戦。どんなバッターですか。難しいですね。誰でもいいんですけど、やっぱ対戦したくないのがやっぱ同級生ですよね。同級生、はい、はい、どなたですか。55年会のメンバーなんですけど、そういうバッターたちと戦いたいと思います。ちなみにその昭和55年生まれ、はい、はい、55年会のパ・リーグバッターはどなたがいらっしゃるんですか。日ハムもですね、はい、森本、あ、日本ハムの森本一人、はい、うん、日本ハムで言ったら結構多いですよね。小屋のもそうなんで、小屋、はい、あと工藤選手も、うん、それぐらいですかね。バッターとしてはピッチャーというのも、ちなみにあの中学、高校、大学、社会人の、まあ、ライバルですか。パリアにいらっしゃる。あまり。あまり、ね、まあ、とにかくもう無我夢中で。そうですね。はい、頑張ります。次の勝利も早く欲しいですね。欲しいといえば欲しいですけども。ね、チーム勝てもいいです、ね。さあ、それでですね、ここから皆さんお待たせいたしました。皆さんから河合投手へのここで質問を受け付けたので。河合さん、よろしくお願いします。はい、はい、それでは河合投手への質問ある方、手を挙げてください。あ、まず挙げたね。まずそこのドラゴンズのユニフォームを誰のユニフォームかな。ですね、お名前は、はい、どこから今日は来ました。橋橋から来ましたか。時間かかりました。じゃあ、河合投手への質問をお願いいたします。河合投手は何で野球を始めたんですか。ですね、自分の兄弟は3人兄弟なんですけども、その兄2人が野球やってまして、その付き添いじゃないんですけども、遊びながら野球やってたら、あの、その監督とかコーチにやってみないかと言われて、そのきっかけで野球を始めました。僕も今野球やってるの。これから始める、ね、プロ野球選手になれるという。ちなみにそのお二人のお兄さんは今は野球はされてないんですか。いえ、今はもう普通の職業になっています。ということは草野球をされてさっきもやってもいたのじゃないですか。そうですか。小学校だけだったそうです、はい、というお兄さんの影響だと思いますね。さあ、続いて次の質問ある方ありますか。じゃあ、この前の僕に行こうか。お名前は小島京介。はい、今日はどこからお越しですか。来ました。碧南市から来ましたか。じゃあ、河合投手への質問お願いします。どうしたら速い球を投げれるの。難しい質問ですね。あの、僕もですね、あまり速くないんですけど。いやいやいや僕もそれをちょっと聞きたいぐらいなんですけど、僕の中に、はい、そんなに僕も速くないんで、出ても140キロぐらいしか出ないんですから。15名、そうですね、ランニングですかね。ランニングと下半身を鍛えていただく頑張れると思います。早くだと思います、はい、あの小学校から中学から上がっていく中で、どの時代が一番球速が速くなりました。高校2年生上がった時ですね。1年から2年になってですね、ちょうど体ができる時代ですね、はい、ということはその高校1